小泉一馬の恋ちゃんの今日はラグビーワールドカップ2019速報でございます。はい、長野市議会議員の小泉一馬、あなたの議員小泉一馬でございます。でラグビーワールドカップのネタっていうのをね、この恋ちゃん小泉一馬トークチャンネルで今までもね何度かやってきました。で小泉のね立場っていうのも皆様に明確にお伝えしていると思うんですが、慎重にやりましょうっていう立場です。でね、結論出ましたね。長野市議会じゃない、長野市役所が立候補開催都市は断念するということで、今日ね議会にも正式に説明がありました。でね、今日実は10月31日なんですよ。今日が立候補のね手続きの最終締め切り日なんです。でそこまでね引っ張ることもなかったんじゃないかと思うんですけれども、まあ一応ね決着つきましたね。このラグビーワールドカップ2019について、これが議会に示したねその説明資料なんですけども、2ページもあってね、これね本当にね往生際悪いんですよね。往生際悪いって違いますね、意地悪言っちゃいけません。あ、こんなね過去の経緯なんか、そんなやめるっていうのにどうでもいいような説明が延々と続きましてね、立候補の件だここを先に行ってほしいってことですよね。9月議会での答弁とその対応と、これ小泉がね聞いたわけじゃないんですけども、6月議会でね同じことを聞いてます。どうなってんですかと、情報全然出てこないじゃないですか、組織委員会。どうなってんですかっていうことを小泉聞きました。で、9月議会でね、市川和彦議員さんという方がいて、あの方はね、どっちかっていうと、ワールドカップイケイケ派だったんですけども、その方が質問しても、やっぱりね、そんな井戸良い返事が出てこなくて、組織委員会等からの情報収集に努めてきたけれども、未だ情報不足は否めず、判断材料が揃っていないため、現時点でも立候補の判断は困難である。今後もさらに組織委員会の情報収集や調整を図り、判断材料の明確化に努めると答弁と。で、これ、小泉が6月議会でね、聞いた時には、まあ、9月議会までには結論出てるんじゃないんですかみたいな答弁だったんですけど、イケイケどんどん親友会の方が聞いてもね、あんまりいい答えが返ってこなかったと。まあ、この時点でね、もしかして、断念かなってちょっと思ったけどね、なかなかね、でもそれ、明確に言ってくれないんですよね。で、結果として判断材料を明確にすることにつながる新たな情報を得ることはできなかったという、まあ、31日になったら、まあ、そりゃそうなんでしょうけどもね、もっと早く言ってくださいっていう話です。市民もね、心配していました。で、これね、ここにはね、経済効果云々ってお話は出てこないんですよね。理由としては、まあ、情報がね、出てこなかったってことは書いてあるけれども、なんか市民の機運が盛り上がっているとは言えないなんて、そんなことを言ったりしていてね、ちょっと明確な理由になってるのかなと、小泉はそこも心配なんですが、一方でね、昨日正式な結論が出る前に、昨日の信濃毎日新聞に断念しますっていう記事が載っちゃってるんですよね。新米が抜いちゃって、でそれによるとやっぱり経済効果がね厳しいんじゃないかってことが書いてありました。これやっぱりね、小泉が言ってたことと同じなんですよね。で、ラグビー。日本はそんなに盛んじゃないし、ましてや長野市。なんでラグビーなんだと。で、サッカーのパルセイロを応援するので手一杯のはずじゃないですかと。で、ラグビーはしかもね、A、B、C カテゴリーってね、その試合のクラス分けがありまして、長野市は一番下 C カテなんです。で、そうするとね、全日本の試合なんか間違っても来ない。サードクラスね、3番、一番下のクラスのカードしか来ないから、そもそもお客さんも見に来ないし、見に来てもね、新幹線でスーッと帰っていっちゃう、止まらないですよ。それじゃあ経済効果も望めないんじゃないですかって、小泉ね、小井ちゃんでも言ったと思います。で、そんなようなことがね、やっぱり新聞にも書いてありました。はい、でもこれね、すっきりしました。ラグビーワールドカップは、開催都市としては立候補断念。これでいいと思います。だけどね、一方で、キャンプ地なんかでね、まだ上田の菅平なんかはね、これから十分色気見せていくと思うんで、それと連携した動きね、長野市が取れるんであれば、南長野運動公園でね、練習試合やるとか、そういうことでの働きかけ、今後も積極性を失わないでほしいと、小泉一馬は希望していきたいと思います。発言していきます。小泉一馬です。
はい、ラグビーワールドカップの今日出た、正式には今日出たニュースでございました。ありがとうございます。